DM が最も注目する車が生まれ変わった。世界のマイナーチェンジで驚くほどのポテンシャルアップを見せた MR2 がまたまた進化した。外観ではなく中身で勝負というトヨタのやる気を感じさせる今回のマイチェンのハイライトは、20馬力のパワーアップにサスセッティングの変更、そして新兵器スポーツ ABS の搭載だ。クラス最強はおろか、国産最強を狙えるところまで来たか。トップバッターは MR2、 まずは新旧の差をチェックだ。またしてもマイナーチェンジを行った MR2、 同じボディで走りを良くしていこうという考え方はまるでポルシェみたいだぜと BM 編集部は感動。特に今回はエンジン、足回り、ボディ、ブレーキと全てにチューニングが施されている。外観の変更はリアスポンぐらいだが、ここでも10キロもの軽量化がされているのだ。これだけやって8万5000円だか、トヨタはすごい。さあ、新旧の比較テストの始まりだ。比較車にはスポーツ ABS の違いを見るために旧型 GT をエントリー。04加速テストスタート。だいぶレーシングカーの雰囲気、もう少しクラッチの剛性感があるとますますレーシングカーの雰囲気にならない。続いてストッピングパワーをチェック。 ABS の進化をテストだ。さあどうでしょうか、スポーツ ABS。 おお、 60R の白線をオーバーしてしまう旧型に対し、スポーツ ABS は白線内で収まった。車に旋回の動きが出てきますね。それからなんか前だけがダーって出てっちゃうっていう雰囲気が全然ない。筑波ではどうか、タイムアタック時のフィーリングを清水和夫がチェック。もうブレーキの限界かな。自分の過去の経験のブレーキングポイントよりもはるかに奥まで入れるから、怖いですね。20馬力のパワーアップ、そしてスポーツ ABS の効果もあってタイムにもその差は現れた。とにかくなんて言っていいんだか分かんないぐらいすごいですね。もうブレーキのイメージがもう今までのブレーキ踏むっていうのは非常にこう怖いことで、なんかやっちゃいけないことっていうか、強く踏むとどうなるか分からないっていう、いつも不安感とか、まあ、信頼できないようなイメージでこうブレーキ使ってますけども、これは本当にある意味でこうレーシングカーに近い非常に高い減速時が出てくるわけですね。それとコーナーに入っていってもブレーキングで ABS が作動した状態でアンダーステアになったりオーバーステアになったりしないですね。ですからこう左右輪でうまく制動力を使いながら、車のこう姿勢も考えながら、止まりながら曲がるという制御を非常に高度にやっているような気がします。これをこのメカニズムのポテンシャルを本当に引き出すには、もっとこう乗り込んでいかないと、このブレーキの限界がまだ自分のイメージより高いところにあるんで、まあ、かなりイメージしてブレーキを遅らせたんですけど、それでもまだ最後は余ってますから、すごいと思います。ワインディングステージではどうか、ニュー MR2 のトータル性能をガンさんがチェック。よし、これはふにゃふにゃだけど、こっちそ
そんなにひどいってことはないな。次々と路面が変化していく厳しいコースで、ついにニュー MR2 の弱点が現れてしまった。路面変化の少ないところでぐっとこう押そう出した時に、むしろ旧型は全体的にボディ剛性がなくて、その接地感がない情報量の少なさ、あるいはアライメント変化の大きさで、入力が遅れるみたいなところはあって、アンダーステアあるいはオーバーステアが出るんですけども、そのつながりは比較的マイルドで、自然かなと。ボディコースがない割にはこう、まあ、言葉が妥当かどうか分かりませんけど、しなやかな感じがする。そこ行くと新型の場合は、まあ、若干ですけどバネレートを落としてるせいか、逆にその車のバネ上の重さを感じてしまって、小さな入力の時にはいいんですけども、大きな入力があるとすぐバンプラバー当たってしまう。それでその当たった瞬間にタイヤが逃げる。タイヤというのは荷重変化なんかに弱いですから、その急激な荷重変化が起きてこう逃げてしまう。ほらほらほら、横に車が跳ねちゃってる。で、一部多分どっかサスペンション周り剛性アップしてるんでしょうけども、その多分つくば、路面のいいつくばだとか路面フラットのいいとこ、入力の少ないところはその剛性が逆に生きてると思いますけども、今日みたいな路面変化の激しいところはさらに大きな力がかかりますから、ドライビングしてても新型の方がコントロールしにくい。まあその分速さはありますけどね。今の MR2 になってから多分今回で2回のマイナーチェンジだと思いますね。まあそのやろうとしてることはいいんですけども、まあちょっと担当してる人たちに厳しいかもしれませんけど、どうホイールを動かしていいか、どうあるべきかみたいなところをもうちょっと知ってほしいなって気がします。まあトヨタさんの方のそのプロジェクトの言い訳を僕がするとすれば、一つはトヨタのテストコースがあまりにも良すぎて、あまりにも人工的で路面変化がない、整備されたドライビングコースみたいなところなんで、そこでテストしてたんでは、そういったそのここで走るあるいは一般道路で走る大きな入力の変化のテストができないんじゃないか、あるいはその挙動として出ないんじゃないかという気がしますね。ですから一生懸命手直ししてる情熱は分かりますけども、それが結果よりハンドリングのいい車、楽しい車に結びついてないところがちょっと残念ですね。筑波と群馬という走行条件の違いに対し、ハンドリング評価に差が出てしまった MR2。 果たしてこれは道のせいか車のせいか、テストはまだまだ続く。